初見さんへ自己紹介します。投資歴20年の枯れた投資家です。投資はすでに公約しており、負けない投資を推奨してます。いわゆる勝ち組、強者よりも弱者に寄り添うスタンスです。気ままに更新してます。よかったらチャンネル登録してください。テテテン投資狩り場ではチャンネルメンバーを募集してます。メンバーさん限定動画コミュニティで厳選した開催店頭銘柄などを紹介してます。おかげさまでメンバー様が増えており、更新が続けられています。投資に関する真面目な話をそちらでしてるので、どなたでも応援のテラ登録してくれると嬉しいです。テンテケテン。本日の日経平均はプラス17ポイントです。投資なんかは面白いもんで、何でもかんでも理由をつけて解説し納得したがるわけです。チャートなんかもテクニカルという分野がありまして、分かるわけもない未来を予想してお茶を濁して相場を楽しむわけです。さて今の相場ですが、いわゆるダブルボトムでしょうか。下落トレンドを上に突き抜けたらトレンド変換が見込まれるような展開となっています。私なんかはチャートの鬼で、凡人の数倍はチャートにトレンドラインを落書きしてその動き方を研究していたわけですが、結局はテクニカルなんかはどうでもいい境地に今はいるわけです。とは言いつつも、予想外の値動きのチャートなどたまに見ると素直に興奮してしまったりするわけです。そんな自分は嫌いではないです。チャートには人間の喜怒哀楽のディープなところが赤裸々に記されているわけです。いつ見ても面白いし、相場が死ぬまで飽きない不思議なコンテンツです。相場サイクル的には実感体感とは違いますが、逆イールドが解消されており、逆業績相場に一歩近づいた見方もあります。またハイテクが買われる日も多くなり、そうそうと利下げバレンスをされる動きも見せています。あらゆるケースを想定して後悔のないトレードをしていきましょう。テンテケテン。気になるニュースを紹介します。マスク氏の医療ベンチャー脳内チップ埋め込み、初の一臨床試験で参加者募集へ、テレ朝ニュース。ということで9月のニュースですが、イーロン・マスクが脳内に電子チップを埋め込む臨床試験について参加者の募集を始めると発表しました、という動きを見せております。脳に埋め込んだ電子デバイスを使い、脳の活動を解読してコンピューターを操作することや体機能を回復させることを目指しています。そのこと日本ではあんまし馴染みがないですが、外人なんかはわりかし体にチップを埋め込んでる人も多く、電子決済や GPS など手ぶらで機能する時代でございます。日本でも埋め込んでる人は増えており、犬猫なんかもチップ装着が義務化されてたような気がします。私のようなクソジジイは体に入れ墨とか耳にピアスとかそういうのにすら抵抗がある世代なので、体にチップとかそういうのは完全に他人事として鼻ほじしてるわけですが、都市伝説が好きな私なんかは脳みそを電子化する研究が進んでいることも重々承知しており、アキラの世界か何なのかは分かりませんが、近いうちに世界は SF を超えて新シンギュラリティに到達するんだとは思っております。人道的の概念が移り変わるフェーズです。変化適応できない種族個体は時代の古いにかけられて淘汰されちゃうんでしょうか。利便性のトレードオフは人情とかそういう類の感情慈しみでしょうか。私はまだ他人事として傍観していたい。テンテケテン。親愛なる皆さん、ごきげんよう。対岸の火事、投資狩り場機です。投資は自己判断自己責任の世界ですが、できるだけ有益な情報を提供できるように頑張っております。それでは本日の気になる銘柄ご紹介します。テンテケテン。7951ヤマハ。ヤマハなんかはしつこく難品していますが、ゴリゴリと下がっていきまして、再安度高、もっと下がれもっと買ってやる、ホルダーさんの苦しみが私の喜び。なんで下がっているのかも全く分かってませんが、私にとってはテクニカルもファンダメンタルも知らなくていいし、どうでもいいことです。下がったら買って上がったら売るだけの猿でもできる簡単なお仕事でやらせていただいております。この銘柄の注目度は 50% です。テンテケテン。私は20年間相場を生き抜いており、投資をめちゃくちゃ簡単なゲームと思っています。稼げそうな銘柄なども紹介したりしてるので、応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。知りたいこと質問要望があれば気軽にコメントしてください。こうしたらこのチャンネルは良くなるなどのご提案もあったら教えてください。
教えてほしいです。てんてけてん。最後に本日の相場シャンキングの途中経過報告です。順位がほぼ変わらない日々が続きます。何でもないようなことが幸せだったと思う。そんな日がもうすぐ来るんでしょうか。私はいつでも大暴落待ち構えています。それは明日かもしれないし、来年再来年かもしれません。寝首をかかれるタイミングでそれは来るわけです。視聴者さんは私のような臆病者の存在を未来ではなく今認識するべきなのかもしれませんね。まあこのチャンネルを見ていただいている方々はわりかし賢明な投資家さんが多いので心配はしてません。相場を楽しんでいきましょう。てんてけてん。最後までご視聴いただきありがとうございました。相場は自己責任で命を張りましょう。それでは皆さんまた見てね。ご清聴ありがとうございました。